ね、最初はちょっと懐かしい、松田聖子さんの瞳はダイヤモンドという曲をお送りいたしました。で、次の曲なんですけども、フィオナ・アップルさんっていう人の、クリミナルっていう曲をお届けしたいと思います。聴いてください。私たちですね、さっき言ってたんですけど、このアコースティックと別にロックの、オルタナティブロックの、ザ・プリティ・レックレスっていうバンドのコピーもやってまして、で、そのコピーをアコースティックバージョンで今回お届けしたいと思います。アイランド・アイラブ・ザ・ウェイ。